ダブルゲットできました。あれ、うん。はい、おはようございます。高木みつるです。ってことでですね、今日はめちゃくちゃ天気がいいので朝から山に来ております。今日昼間めちゃくちゃ暖かくなるみたいなんで、そろそろヘビがたくさん見れるんじゃないかなってことで、今日は山を登りながらヘビを探していこうと思います。よし、じゃあ探していきましょう。でまだね、朝早いんですけど、すでに気温が高くなっててかなり暖かいです。今日かなり取れる気がするんですよね。で今日もこういう日当たりのいい石垣とか、あと川沿いとか見ていってヘビ探していこうかなと思います。はい、川沿いですね。こっちに川が流れてるんですけど、めっちゃいい感じの石垣があります。で日当たりもいいんで、もう日光浴してる個体がいるかもしれません。皆さんこれすごいですよ。まずここ階段のとこにシマヘビがいて、ほら、でこっち、これか、こっちにはアオダイショウがいます。ダブルですよ、ダブル。すげえ、やば、出てきてますね。おお、めっちゃ簡単だった。はい、シマヘビですね。川沿いに来てた。多分ね、水飲みに来てたんじゃないかなって思います。結構まだちっちゃめのシマヘビ。うー、いいですね。めっちゃシマ模様くっきりしてて綺麗な個体です。あ、今ね、シマヘビとアオダイショウがいて、アオダイショウ逃げられたんですけど、そのね、石垣見てるとさらにいるんですよね。ほら、しかもまたこれシマヘビですね。ほら、しっかりと模様も確認できます。目も赤いですね。でさらに、あ、これか、こっち、ここにもいるんですよね。これもシマヘビですね。目が赤い。ダブルダブルダブルっすよ、本当に。え、待って、ここ何匹いんの。ここめちゃくちゃいるんだけど。またいった、またいった。あ、やばい、逃げる。いけそうっすか。いけるよ。腕とか向かってきた。はい、なんとアオダイショウとシマヘビがいて、1匹目のアオダイショウには逃げられたんですけど、さらにその近くにもう1匹アオダイショウがいて、ダブルゲットできました。すげえな、この辺ヘビの密度がすごい。ほら、全然顔違いますね。左がシマヘビ、右がアオダイショウ。やっぱ目の色が全然違いますよね。また出てきた。あ、入っちゃったか。うわ、格闘してる。おー、出てきた、出てきた。はい、またシマヘビが取れました。これ多分さっき石垣から顔だけ出してたやつですよね。場所も近いし大きさも多分同じなんで、同じ個体だと思われます。やばい、ぎっくり腰になりそう。はい、どんどん山登っていきます。いや、マジ気温の上がり方がとんでもなくて暑くなってきました。いないかな。シマヘビとアオダイショウはいっぱいいるけど、その他のヘビ見たいですね。なんか入ってったぞ。あ、トカゲだ。かわいい。日本トカゲです。頑張れ日本。ああ、見えてる。ヤモリですね。日本ヤモリ。いたいたいたけど、高いわ。捕獲は無理ですね。ほら、
パイプから出てきてますね。青大将だな。すげえ高いとこにいる。結構綺麗な色ですね。これはちょっと無理ですね、捕獲は。ほら、こんなとこっすよ。これは無理だ。またいた。わかるかな、これ。ほら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 。あ、青大将だな。めっちゃ登っていく。やっぱ青大将は、木登りとか、こういう垂直の壁登るのうまいですね。さあ、パイプの中とかも怪しいですね。寒い時とかはよく中にいるんですけど、逆に暑すぎる時もパイプの中にいるんですよね。よいしょ。さっきのね、日陰にいるのを見てると、もしかしたら中に入ってるやつもいるかもしれないですね。なんか入ってった。あ、ヘビだ。あ、青大将だ。結構でかいかも。やっぱもう暑くてパイプの中入ってんのかな。今日何匹ね、これで。8か。10匹いけそうですね。まあ、当たりました。ほら。青大将だな。青大将、これ、6匹目か、青大将だけで。こことか超怪しい。こっちちょっと日陰になってるし、こっちめちゃくちゃ日当たりいいし、隠れる場所もいっぱいあるな。木の上とかに乗っててくれれば捕獲しやすいんですけど、いないかな。こういうところがマジで怪しい。いやー、桜めっちゃ綺麗ですね。これも満開かな？ほぼ満開だな。あ、いや、そうでもねえ。上の方はあんま咲いてない。まあでも多分もう明日ぐらいには満開になりそうな桜ですね。桜か！はい、これね、山の反対側？崖の方なんですけど、見てたら、いましたよ。ほら、胴体だけしかちょっと見えないけど。これ青大将ですよね。10匹目です。すげえな、見てみるもんだな。こっちもいるかなと思って見てたんだけど、本当にいました。いや、これ多分まだいますね、こっち側。ただまあ、場所が場所なんで捕獲は無理ですけど、パイプもあるからね、めちゃくちゃ怪しいです。はい、ちょっと、撮影してる間もなかったんですけど、赤ちゃんの青大将がいました。これ多分去年生まれですね。かなりちっちゃいです。11匹目。青大将だけでも8匹ですね。ちなみにね、これこいつがいたのはこっちのまた崖側のあそこの穴ですね。あそこから体だけ見えてました。さすがにもういないかな。結構見たんですけど、ちっちゃいやつ以来は見つからなかったですね。いや、こことかもめっちゃいそう。顔出してないかな。それかもしかしたらあの上にいる可能性もありますね。パッと見はいないな。思ったほどいないな。絶対いると思ったんだけど。うわ、でもあそこ怪しいな。絶対いるだろ、これ。ちょっと分かんないけど、まあ、当たりました。ほら、ちょっと顔は見えないけど、これシマヘビですね。うわ、めちゃくちゃいるな。12匹目。割とサイズは大きめです。